でございます。ここおまけのおまけギア編クラブで、2週間ぶりの感じです。はい、お盆はね、みんな何やってたんですかね。あ、もう墓参りとか行ってんのかな。俺はですね、部屋でずっと作曲作業してまして、パソコンの前にこうヘッドホンをかけて、ずっと、まあ、自分の曲もそうなんですけど、いろんな人にこう、ね、作曲してこう歌ってくださいって思ってる曲とかずっと考えながら、これといっていい作品も生まれないまま、あのお盆が終わってしまいました。非常に残念な今状態に、結構心折れそうな感じですけど、まあ、そんなこんなでですね、お盆明けで、特にお盆明けだからどうしたんだよって話なんだけど、特に何もないんで、俺はもうお盆とか関係ない人生なんですね。早速今週のギターから、こんな感じです。これはですね、日本が誇る世界のアイバニーズというメーカーのギターでして、見えるかな、俺のカフェオレがね、はい、こんな感じですね。カメラ映ってるかな、映ってるね、はい、映ってますね。そんなアップしなくても大丈夫ですね。舐めてるわけですね。まあそんな感じでしたね。これはどういうギターかと言いますと、時は1987年だったかな。まあそれ以前からこれの原型になってるギターはこのアイバニーズというメーカーから発売になってたんですけども、この24フレット仕様というフレットがね、1,2,3って数えてるんですけど、普通のギターってこう21フレットか2フレットぐらいしかないんですよ。でこれは24フレットまであるんで、さらに高い音が出ます。その高い音が使えることによって、その音楽の幅が広がっていったわけなんですけども、その80年代後半このギターが出現する頃っていうのは、この24フレット仕様っていうギターはすごい珍しくて、海外でも本当一部のプロ用の何十万もするようなギターでしか採用されてなかったものなんですが、国産ギターで、しかもビギナー向けから、要は10万円以下のモデルからこの24フレット仕様を採用したっていうのは、多分アイバニーズが最初なんじゃないかと思います。で、まあ厳密には他のメーカーでもその似たようなものが発売されてはいるんですけども、あらゆる面で、要は例えばこのギター、今日持ってたのはこのアイバニーズの RG というギターなんですが、このシリーズの中でこれ実は最低グレードなんですね。最低グレードといっても定価ベースで大体8万円前後ぐらいするんですけど、これまあネットオークションとか見ると大体3万円台とか、安い時は1万円台とかでも出てくるような、どっちかというとビギナーから中級クラスのキャンディーなんですね。なんですが、でなおかつこれ昔は国産だったんですが、これ最近のアイバニーズは安いのではマレーシア製でした。海外製品、海外で作られてるんですけど、ブランドはこうアイバニーズなんですけど、工場はマレーシアにあるという状態で、で、まあ、まあご存知かと思いますけども、アジア製の製品というのは平均して品質があまりよろしくないという定番になってますけども、これに関してはかなりそのメーカーの方でしっかりした管理がされているらしく、正直買ったまんまでそのままステージで使えるグレードっていうか、そういうレベルの作りなんですよね。だからヤフオクで例えば3万円ぐらいで中古を買っても、ちょっと調整するとそのまんまレコーディングまでいけちゃうぐらいのパフォーマンスを秘めていて、非常に使い勝手のいいギターで、俺はもうこのギターを90年頃から使ってます。いろんな場面で、まあ普段はほとんどフライングビュー、まあ前回前々回出したようなギターを使ってるんですけど、これは豚もんのバックをねやるときに非常に潰しが効くので、これをここ10年ぐらい愛用しています。で、今日持ってきたのはさっきも言ったような、この、まあ、一番廉価版なんで、品番としては、アイバニーズ RG350DX を出す。350って、おそらく海外では350ドルぐらいで売ってるのかな。
で350ドルって日本円にするというか3万そこそこぐらいでしょ。で一応日本国内向けの定価が確か7万8000円ぐらいだったような記憶があるんですが、確か今はもしかしたらオープンプライスになってるかもしれません。実売以下で大体5万切る7万8000円とか買えちゃう。あのこれからエレキやってみようかな、ギター弾こうかなっていう人が買ってもいいぐらいの値段のものです。でもちゃんと調整すると普通にあのレコーディングに使えるので、そういうレベルで、これちょっとお買い得かなと思います。で実際俺のギターはですね、あのいろんな場面で使うことがあって、特にあのスクールのね発表会なんかで、あの歌ってる女の子たちの後ろでチャカチャカ弾かれてて、いつもやってるハードロックみたいなのが出せないよっていう時にこれを持ってきてチャカチャカしたりとかします。でそのためにピックアップの中をちょっと交換したりとか、中の配線をちょっと交換したりとか、若干手を加えてますけど、基本的に買ったまんまの状態ですね。まあ、厳密にこれ買ったのかっていうよりも、これ友達からいただいたんですよね本当はね。俺は買ってはいないんですけど、友達からいただいてからいろいろ改造して使ってます。でまあじゃあいつものように音を出してますけど、これがいわゆるあのあんまり歪ませてない感じの音ですね。クリーントーンってやつですね。それぞれ中間ポジションというのがありまして、中間にすると真ん中とリアと真ん中とフロントとかっていう組み合わせで使える。これ中間にするとですね、なかなかあの素敵な音が、これ分かるかな、これフロントだとあのちょっと鋭いとか硬い感じのね。でこれミックスポジションっていって、フロントとセンター、フロントとセンターですね、を両方いっぺんに音を出す。そうするとこの音が一番わかりやすいですね。これフロントにするとこんな感じなんですよ。ミックスにするとこんな感じなんです。でこの音は、古くはですね、エリック・クラプトンというギタリストがいまして、彼なんかがよくこのトーンをね使うんですね。でそれであのハーフトーンっていう名前がついてて、まあ、世界中のいろんなギタリストがハーフトーンを対応するようになるんですが、もともとこのハーフトーンっていうのはフェンダーのストラットキャスターを使ってる人が使ってたことなんです。で、まあ、これはストラットキャスターが1950年代に開発されてきたんで、あの、まあ、そこから50年から60、70、80、30年後、ストラトが発売になった30年後に開発されているギターで、当然そのストラトキャスターが持っている特徴というのは全部踏襲しています。なので当然ハーフトーンペルで、特徴はこのフロイトローズトレモレートですね。何のこっちゃと、ギター知ってる人ならプーンで終わる話なんですが、知らない人だって何のこっちゃなんで一応説明します。これ動かすとですね、音がねうにゃうにゃうにゃとこれ下がってくるんです。引っ張ると上がります、押すと下がりますっていう感じで、音程を変化させるあのユニットなんですけど、従来のものはですね、これ使うとチューニング狂ったんですね。ビューと下げると戻した時にぐちゃぐちゃチューニングで、ああもう弾けないよっていう感じだったんですが、これはあのフロイトローズというなんか外国人のおじさんがですね開発して、弦をブリッジとナットのところでロックをすることによって、アームをうにゃうにゃ動かしてもチューニングが狂わないよっていう、そういうシステムがついてます。これは本当はこれも80年代もっと前かな、あのフェレンが出てきたのが78年だから、その2年後にはもうこれを使ってたので、おそらく1980年にもこのシステムが開発されてたはずなんですよ。でその頃からあのトレモラーもこうみんなで頑張って使おうぜ的な風潮になりまして、今このフロイトローズついてるギター全然当たり前で珍しくもなんてもないんですけども、俺があの前回前々回持ってきたフライング V にはあのこれついてないものなんですね。なので
俺個人的にはこれがついてることですごく楽しい気持ちになるので、結構好きで使います。で、まあ、具体的にどういう感じかというと、かつて、1960年代後半にジミー・ヘンドリックスというギタリストがおりまして、残念なことに彼は1970年27歳の若さでお亡くなりになるんですが、そのジミー・ヘンドリックスがですね、このトレモラームというまだこのロック式はね開発されてない時代ですけども、そのフェンダーのストラトキャスターについているロックトレモロシステムを使ってそれを世に広めた人なんですよ。でその時にこう結構本来これは開発意図としては例えばこういう使い方をねするものなんですよ本来。こんな感じ。これだとどっかのグループサウンズみたいな感じなんですけど、みたいな感じのね、これでみたいな感じで使うものだったんですけど、ジミー・ヘンドリックスはですね、まず音をディストーションサウンドという、まあ、当時ファズサウンドって言ってたんですが、歪ませますね、ゴーみたいな、こう激しいハードロックな、ここで使うんです。エレキっぽい感じの、ね、音を出すのにこれ結構使うようになって、今ではもっともっといろんな使い方をするギタリストが世界中にたくさんいまして、もう話してるとキリがないぐらいのものです。まあ、そんな感じで、この RG、 これ実はうちに RG はあと何本あったかな、1本、2本、3本これを入れて4本です。そのうち違うタイプも持ってくると思います、4本同じモデルなんですが微妙に全部違ってまして、というか完璧に同じギターとうちにはないので、何かかんかどっかどっか違うと、で違うからには用途も変わってるので、これは何用それは何用ってこうやって結構決まってるんですね。で希望としては1本のギターで、全てのシチュエーションを賄いたいと個人的には思ってるんですが、やっぱギターにはこう特性がありましてね、で我々が一人で何でもできるって人があまりいないのと同じように、それぞれこう特徴とか 特性とか得意分野とか苦手なものとかあるんで、ギターも一緒でした。でまあ一本だとちょっと量が足りない感じなので、何本も揃えていくうちに気づくとすごい数になってて、おそらく毎回持ってきても2年ぐらい持つかなと思ってますんで、来週じゃねえな、再来週もっと持ったかな、次回はまた別のギターを持ってくると思いますので、そんな感じで今日はアイバニーズの RG でした。はい、で俺のカフェオレを結構こう溶けて水っぽくなってなるな、混ぜちゃえあ、ちょっと薄まりましたけどいい感じですこれこう出しといてもいいけど隠しましょうか隠しました。はい、で、今日のお題、実は毎回ですね、なんかお題ないですかって募集するんですが、あまりこうこんな話をしてくれっていうリクエストが来ないんですね。でぜひとも、そうですね、放送上まずくないことであれば極力何でも包み隠さずお話しするつもりですので、お題がねあればリクエストをいただきたいなと思っております。で今日はですね、Facebook の方に今日ネットテレビやるよーんっていう話をしたらですね、ファンクラブの話を聞きたいと
というリクエストがちらっとありましたので、若い頃入っていたファンクラブは何でしょうみたいな質問というかお話をしようという形なので、今日はファンクラブについて考えてみたいと思います。実際俺自身はファンクラブというものに加入したことが実は一度もありません。っていうのは、ファンクラブっていうのが実際何をする人たちなのかよく分かってなかったというのが最大の理由なんですけど、時を遡ること、今からかれこれ40年近く前の話ですが、当時小学生でした私はですね、アメリカのキッスというキャバキャバしいバンドに憧れておりまして、CD じゃないな、当時は LP レコードですね。 LP レコードをこう買うんです。買うと、いろんな紙が入ってまして、で、なんか出すとファンクラブ会員募集中って書いてあるんです。で、ファンクラブって何だろう、ファンの人がこう集う場所だっていうのはなんとなくその内容からわかるんですが、会費とかが当時で、4000円とか書いてあって、小学生の私にですね、会費4000円を出せって非常に酷な話でありましたそれも払えるわけないだろうと、うちの袋にね、ファンクラブ入りたいから4000円欲しいんだよねっていう話をしたら、お前はバカじゃないのかって普通に怒られまして、でそれ以来はファンクラブっていうのはバカなやつが入るのかなということに自分を納得させるためにね、そういうことにして、あ、俺はバカじゃないからファンクラブに入らなくていいんだって勝手に思い込んでたのが、気づくとこの年になってもファンクラブというのに一度にも入ったことないと未経験な状態で過ごしております。で、身の回りにですね、じゃあファンクラブって具体的にどんなのあるのかなと思って、いろいろちょっとこのリクエストいただいたのが今日なんで、この少ない時間で軽くさらっと調べてみたんですが、昔あったロックバンド、いわゆるガイタレのロックバンドのファンクラブってのは今ほとんどないんですよね。で、おお、そういうのなのかと思って、じゃあ国内の邦楽ロックのファンクラブはあるのかというと、まあ確かにあるんですが、ちょっと様子が昔と違ってまして、所属事務所とかレコード会社とかが主催しておりまして、ね、いわゆるオフィシャルファンクラブみたいな感じになってます。で、本来のファンクラブ、まあ俺が知っての範囲の話ですけど、本来のファンクラブっていうのはファンの人が自発的に集うことによってファンクラブってできてたんです。なので運営に関してはそのファンの代表者みたいな人がやってたんですね、その昔は。で、それがまあそういう形で運営していくと、いわゆるそのアーティストさんの思惑や事務所さんの思惑とは違う方向性にこう走り出すファンクラブが多々あったらしく、そのうち公式とか公認とかっていうのが作るようになりまして、でさらに進むと、もう公式も公認もなくて、もう事務所が自らやってるとか、アーティストが自ら自分で組織してるとか、もうぶっちゃけ俺的には非常にむずが優位状態のファンクラブしか今存在してない。結局さ、例えば俺がどっかでこうデビューとかしちゃって、こう有名なギタリストとかだったとします、仮にね。で、それで俺がじゃあよし、じゃあ俺のファンクラブを作ろうって、こんなダサいことはないと思うんですよだって俺のファンクラブをやるのに俺が取材してどうする俺ファンなのかみたいな俺は俺のファンではない、まあある意味ファンかもしれないけどファンではないだから、もし俺のファンクラブをやるんであれば、誰か俺のファンがやってくれればいいんでしょう。なのに今はなんかアーティスト自らだったりとか、アーティスト事務所だったりとか、レコード会社だったりとか、いわゆるそのどっちかというと、こう俺いつもステージっていう言葉を大好きに使うんですけど、ステージの上の人と下の人に分けるんですよ。で、俺なんかはどっちかというとステージの上で活動する人で、それを見てる人はステージの下の人なんですよ。で、ファンクラブっていうのは本来ステージの下の人がやる話なんですけど、なぜか最近はステージの上の人がファンクラブを組織しようとしてるので、非常になんか不思議な感じだなと思って見てます。ただまあそうでもしないと、そのファンの暴走を止められないんだろうなってことも重々承知しなくて、わからなくもないんですけど、ただそうなってくるとファンのモラルみたいなことも問われてくるんじゃないかな。やっぱそのアーティストを応援していくっていう意味合いでファンクラブだと思うんですよね。でも結局ファンクラブとしての活動を通して、その
アーティストや事務所に迷惑をかけてしまうような活動の仕方をする人が過去多かったんですよ。なのでオフィシャルファンクラブっていう形にどんどん変わっていったんじゃないかなと思って見てました。であのファンクラブとしてそのオフィシャルファンクラブの最たるものは何かなと思ってちょっと興味があったんで、またちょっとちょこちょこっとこうネットとか友達にメールしたりとかして調べてみたんですけど、あのジャニーズのファンクラブがオフィシャルとしては多分一番オフィシャルらしいファンクラブなんで、皆さんあの例えばスマップとかいますよね、うん、俺スマップぐらいしか知らないんだけど実はね名前は知ってる、嵐とかね、なんか名前は知ってるけど顔見ても分かんないみたいな顔見て分かんのはあのスマップの中居君ぐらいなんですあのキムタクも分かるよ、もちろん分かるけど、でじゃあスマップのコンサートってどこでやったんですかっていう話、これね普通の人意外と知らないんです。あれだけ有名であれだけテレビに出て誰でも知ってるスマップ、キムタク、いつどこでライブやってるか誰も知らないんです。これはね非常に不思議な現象だと思って、一体どこでやったのかなと思ったら、あのジャニーズのそのファンクラブ所属してる人にしか告知されないんですよ、ジャニーズのライブって。でさらに厳しいあの約束があるらしく、そのファンクラブに所属してるファンの人は例えばスマップならスマップのコンサートのチケットを入手することは可能なんです。で可能で入手するじゃないですか、いくらするか知りません、おそらくすっごい高いと思うんですけど、ね、大体のガイタレのロックバンドが来て日本でライブやるとまあ高くて7,000〜8,000円で、ジャズ系ですともうちょっと高くてそれでも10,000円で、スマップいくらですかっていうと、これ本当か嘘か分かりません、あのジャニーズのファンの方がいたら、まあ、間違ってたらあの違いますよって言ってくれて構わないんですけど、俺が聞いた話すると18,000円とかっていう話を聞いたんですね。18,000円ってなんだそんなんじゃなくて、そんな高いのって思ったんですけど、実はあのグレードがあるらしい、席とかあとそのおまけとかいろんなものがあって、それでその18,000円だけではなくてもっと安いのから高いのいろいろなグレードがあるらしく、でそれがそのファンの人があじゃあ私は、キムタクと握手したいからこのぐらいの値段のチケット買おうみたいな、ね、そういう選び方をするらしいです。でこれはファンクラブ、いわゆる俺が知ってるファンクラブの形態とは全く違ってまして、何クラブなのかなみたいな感じでいつも思うんですよ。 でもまあオフィシャルという形で完全にそのステージサイドの人間がステージの下のお客さんをコントロールしてるっていうのが、多分ジャニーズのファンクラブが完璧にそれを行ってんじゃないかなって、なんかしかもそのチケット買うじゃないですか、とりあえずいくらでもいいんですけど、安いやつも長いやつも構わないんですけど、チケット買いました、で当日見に来なかったらどうなるか、次回からチケット買えないんですよ。これ厳しいなと思って、でさらにですね、じゃあ自分行けないんでそのチケット友達に売りました、もしくはヤフオクに出品しました、これもヤフオクに出しちゃうと多分ファンクラブの会員権を奪われるような話になっちゃう、要は除名になるみたいな、で転売は絶対ダメらしいんです、どっちにしても、で転売がバレるともう二度と出入りできないみたいな、要はブラックリストになっちゃうみたいな話も、これ噂ですけど聞きました。で本当にそういう厳しいペナルティを設けてそのコンサートチケットの販売をしてるのかと思うとすごいな、そりゃみんな来るよね、買ったら、ね、何があったって絶対行くよね、知れてはけるのね、びっくりして、でまあ例えば今日でも明日でもいいですよね、ジャニーズスマップでも嵐でも何でもいいや、ね、来てどっかでライブをやりますと、そうすると市内のホテルが全部満室になります。でそのコンサート期間中、おそらく土日2レースとか3レースとかで大体やるんですけど、もう金曜日、水曜、じゃあ木曜、金曜ぐらいの夜から翌週月曜まで市内 のビジネスホテル関係がもう満室なんですよ。でなのであのジャニーズ情報を知らないで札幌に来ても部屋取れないっていう、あの仕事でどうしてもそのビジネス泊まらなきゃいけないおじさんとかありまして、まあ、僕も友達だったりするんですけど、で彼らが「いや部屋取れないんだよな」って、「今日
今日なんかあるの？調べてみると、あ、明日の夜ジャニーズがあるな、あ、じゃあ部屋取れないなって言って、みんなあの札幌市内に部屋が取れなくて、エベツとかね、恵庭とか、あと小樽とか、そういうところに部屋取って我慢するみたいなこともよくあるんですよ。だからあのジャニーズファンっていうのはすごいなって漠然と思ってたんですけど、ファンクラブが、ね、そういう厳しいペナルティを設けてファンの管理をしてるってなると、そりゃ部屋取ってでも絶対来ますよね。だって次買えなくなっちゃう。それで、あのうっかり行けませんでしたとか誰かに言っちゃいましたとかってやると、まあ、次から購入ができないとか、最悪ファンクラブから除名されたりとかしちゃうらしい。だからね、なんかファンクラブってそれでいいのかなってちょっと思いつつ、昔みたいな、なんかあの今で言うと多分ファンクラブじゃなくて同人とかそういう形になるんですかね。あのオフィシャル公認ではなくて自分たちで楽しむため、で同時にその自分が好きなアーティストなりランナーを応援するっていう意味で自分たちが楽しむスタイルっていうのがもうちょっとちゃんと普及してくれるといいのになと俺はちょっと思ってます。それこそなんだろうな、世間で言われてるところのいわゆるオタクな人たちっていうのはちゃんとそこ守ってるっていうかね、当然オフィシャルには迷惑をかけない段階で非公認のファンクラブなり、ファングループなりを作って、それぞれがその、まあ、オフィシャルを盛り立てるっていう意味合いで活動してるっていうのがよくこう見てて分かるので、音楽の世界もそういう風になっていけばいいんじゃないかなってちょっと思ってます、ね、オフィシャルの方ではね、なんかペナルティを課せられながらなんかよく分からないお金を払いつつ、ね、年に何回しかないコンサートにはね、毎年毎年何万円もお金を使っている状況とか、まあアーティスト的には儲かっているんでしょうけど、俺たちがやってるのはいわゆる文化だと思うので、文化を継承していくのにそんなにそんなにたくさんの人から何万ものお金を、ね、徴収する必要ないんじゃないかと思うんですよ。で逆に自然な形でちゃんとアーティストが活動できるような資金っていうになっていたりとか、あと応援してもらうっていうその空気っていうんですか、そういうものがちゃんとできてくればそれが一番理想な形であって、まあ、現実的にはいろんな問題、例えば事務所があるとかレコード会社がいるとか CD の売り上げがどうしたとか、どこそこでコンサートやるとか会場費がいくらとかっていうお金の話っていうのは必ずついてもらうので、理想論だけでは勝ち続けられない面ってたくさんあるんですけど、ね、でも理想論があるからみんな常に良い方向へ進もうという努力をしてると思うので、やっぱ現実こうだからしゃあないよなっていうんではなくて、どっかにそこをこう何ですか、打破して突き破って前に進めるその隙間があると思うので、それをやっぱ理想という言葉のもとで追求していった方がいいかなと、まあ、自分自身もそう思ってるし、まあ、みんなもそう思ってくれると、もっともっと盛り上がってくる。特に札幌あたりは昔から音楽に関してはインディーズがものすごい強いんですよ。札幌出身 の, メジャーのミュージシャン、アーティストがたくさんいますし、まあ、札幌だけだと北海道全域っていうね、例えば松山市からするとね、めっちゃ有名ですよね。で、ああいう人たちってやっぱり北海道出身で頑張って、ね、もうちょっと若い世代の人に言うと、例えばグレーとか、ね、函館出身ですよね。で我らが地元で最近は例えば福原美子ちゃんとか、彼女は札幌も札幌出身で、そういう人たちが今そのプロミュージシャンとしてバリバリ活躍してて、で平均してみるとまあ地元意識で引き目で見るわけじゃないんですけども、今名前を挙げたような人たちっていうのはきちっとファンを大事にするような無駄なお金を使わせないような活動をしてると思って、まあ、そこら辺は我々ドサンコのミュージシャン、アーティストとしては、まあ、見習っていかなきゃいけないかなと思うんで、そういう意味合いで、なんか、頑張ってほしいかなと、ね。特に若い人は頑張ってほしいかなと。おそらくこれからメジャーに出てくる人たくさんいると思う。で、そういう時に、なんか、昔をね、インディーズ、アマチュアだった頃を思い出して、なんか頑張ってくれた方がお客さんに残るんじゃないかなと、ちょっと思ってます。まあ、そんな、ファンクラブ
話題なんですけど、これファンクラブの話題って、俺自身がね、ファンクラブってのはどうもピンときてないので、これうまく話せてないかもしれないですけど、あの入りたいと思ったことあると、さっきのキスもそうですし、あと昔の話ですけど、レッド・ゼッペリンなんかがまだ活動してるので、レッド・ゼッペリンのファンクラブないのか探したことがあるし、であったんですけど、やっぱり会費が高いとかね、で札幌あたりだと当時全然札幌に長かったんで、あのファンクラブに入ってても全然美味しくないですね。なんでだろう、レッド・ゼッペリン北海道来ないからですよ来るわけがない、あの武道館、70年代の初めの頃に武道館に2回ぐらい来てるらしいんですけど、70年代の初めですか、俺小学生なんで武道館までレッド・ゼッペリン見に行けないんですよ。だからいやーと思って、ガイタレのファンクラブ入ってるの意味ないから、コンサート情報もらっても例えば、いや今日はヒューストンでライブだって行けねえよ行けないよ、いや今日はロンドンでいや無理でしょじゃあ来週ベルリンでやるって、いやだから行けないじゃんそういうメールがバンバン届いたりとかするらしいので、これは意味ないな。じゃあ邦楽ミュージシャン、国内のねあのミュージシャンのファンクラブに入ったらどうなるかって言ったら、これもまた難しいんですよ。あの北海道ってちょっと変わった土地でして、なかなかミュージシャン、アーティストがコンサートしに来てくれないんですよ。でこれはなんでかっていうと、これも聞いた話なんで、ね、また聞きの話なんであれかもしれないですけど、札幌って採算、札幌って北海道ね、北海道は採算が合わないらしいんですよ。要はコンサートを開く経費の割にお客さんが集まらないっていうのがあるらしく、なかなかそのいい形でライブができないらしいんです。で、協賛していただける企業の方々とかそういうのがあると、まあ、一応その資金繰りがなんとかなれば、コンサートは多少人数が少なく開けるという形でやっていくらしいんですね。で、本当にそうなのかなと思って、まあ、俺の頭の中でガチャガチャガチャっとこうね、こうアナログ電子計算機が動くんですけど、例えば札幌市内のライブハウスを1日借ります、おおむね10万円前後ぐらいでどこの箱も借りれます。で、そこにアーティストを呼びました、アーティストのギャラがいくらなんでしょうみたいな話なんですよ。アーティストのギャラって言っても、例えば1人で行くわけじゃないですね。バンドですと例えば5人とか来ます。で、じゃあ5人バンドだけで来るのかって、そんなわけないですね。クルーというかそのお手伝いさんが何人もついてくるんで、例えばバンドメンバーが5人じゃ中断で分かんない、まあ、4人としましょう。バンドメンバー4人のグループをどうか呼びます、そうだな、4人のワンオクとかでいいや、ワンオク呼びましょう、ワンオク呼びましょうって言った時に、じゃあワンオク4人だけ来るのかって、そんなわけないです。4人の他にそれぞれアーティスト1人に絶対付き人1人ぐらいついてるんですね。でざっくりと8人ですよ。で8人の他に多分事務所の偉い人とか、あとレコード会社の担当者とかっていうのが来ると、ざっくりで15人ぐらいかかるんですよ。15人で一泊で帰るとして1人当たりの宿泊料云々かんで、まあ1万円ぐらいで、飛行機代を考えると1人当たり多分3万か4万ぐらいかかるんですね。安くて高いと6万ぐらいかかるんですよ。15人で6万円ってこれ計算してください、いくらかかると思いますか。15人で6万だから5、6、30だから6の何本 ?90 万、ね、それだけでそのぐらいかかるんですよ。じゃあそこにこの間10万円でした、ざっくり100万円ですよ。じゃあ100万円をペイするのに何人お客さんに使ってました。でこれを考えるとチケット代がベラボーな金額になっちゃうんですね。例えば、どこがいいかな、ペニーレーンでしょうか。じゃあペニーレーンでワンオクやりますと、ペニーレーン24のワンオク来ました、でお客さんあそこ何人入るかって、ビッチビチ詰めると300ぐらい、でも300入ると何もできなくなります要はこういう状態になってます見れるけど動けないみたいな。で200ぐらいとちょっとこう触れます。で100ぐらいともしやりますよ。で、まあ、200は呼びたいよね。じゃあ100万円、100万円でペイするかって言ったら、実はペニーライン10万で1日借りれないので、あそこもっと高いんで、でまあ一応今便宜上計算のために100万円かかりますよ。でそこで200名乗りましたよっていうと、だいたいチケット代5000円でちょんちょんなんですよ。でもそれだとアーティスト生活できないんですよ。で彼らは
ね、前の日来てリハーサルやってライブやって次の日帰ってもう最短コースで行ったって2日潰れるんですよ。じゃあ1日のニットいくらなんですかって考えると5,000円じゃ全くペイしないのでチケット最低でも8,000円から1万円ぐらい取らないとダメだよと。じゃあ8,000円のチケットで200人集まるかっていうとまあワンオクなら集まると思いますけどそれ以下のバンドだとほとんど無理です。となると例えば俺がどんなに好きでも、ね、他の人があんまり好きじゃないアーティストは呼べないんですね。ということはとりあえずこの人来たらみんなチケット買うよねっていうようなアーティストしか呼べなくなっちゃうと年間の北海道のコンサートの数ってのは多分本州に比べて全然少ないんですよ。ねえ、ワンオク見たいっすよね。俺は見たいんですけどあのライジングサンに来てましたよね確か去年か今年は来てるのかな。ちょっと俺が詳しい情報わかんないですけど確かあの何回か北海道に来てるみたいなんですけどでもワンオクは一応あれインディーズ扱いなので流れるしかメジャーアーティストという扱いではないのでまだギャラ安いんですよ。彼らがメジャーに上がっちゃうと多分もっとギャラが跳ね上がって今度は北海道来れなくなる。だからそういう意味でなんか見てる要はステージの下のみんなも少し頑張ってコンサート見に来てくれるようになると、まあ、我々インディーズのアーティストだけじゃなくていわゆるメジャーのアーティストもだんだん来やすくなれば全体的な音楽が札幌の音楽北海道の音楽進化盛り上がってくるんじゃないかね、ね、ゲームとかね、そういうところにばっかりお金使わないで、たまにはコンサートでようよみたいな、ファンクラブの話から変な話に流れましたけど、そんなふうに思ってますね。で、ちなみにこのファンクラブの話をしてくれと言った人はですね、フレディ・マーキュリーのファンクラブに入ってそうです。ああ、ただし NZ という北海道限定でやってたファンクラブ。あ、要は非公認のファンクラブですね、これ。まあ、当時、昔の話なんで、フレディ・マーキュリーなんてもう亡くなってから何年も経ってますから、ガイタリのファンクラブっていうのは非公認のファンクラブが昔多かったんですよ。というのは、その、オフィシャルの事務所なり、レコード会社に連絡取れないんですよ、日本にいると。ね、アーティストイギリス人だったりとか、アメリカ人だったりとか、ドイツ人だったりとかすると、じゃあドイツまで行ってドイツ語でファンクラブを作りたいってなんとかしてくれっていう話をするやつがどこにいるんだって話になる。そうなると非公認で勝手に同人レベルでみんな集まっていやこれかっこいいよねって言って騒ぐしかない。でその中でちょっと英語とかできるやつがたまに本国のメールとか手紙とか当時メールないって手紙ですね手紙とか送って電話とかしてコンサート情報引き出すんですけど来日はいつになるか分かりませんって言ってるとファンクラブ活動の仕様ないんですよ。ね、新婦が出たらみんなで買おうぜぐらいしかやることなくなっちゃう。結構寂しい状況ではあったと思います。俺の世代だとね、ベイシティローラーズというビッグが、ロックバンドというのはちょっと微妙な、イギリス版スマップみたいなのがいましたね。当時ね。で、それ、俺の世代の女の子たち、まあ今多分みんな、どきらめおばさんになってると思うんですけど、俺の世代の女の子たちはみんなそれに憧れてまして、今でいうスマップみたいなのです。でもそのファンクラブは、オフィシャル公認というのはなかなかなくて、どうだったかな、ビットミュージックかどっかでオフィシャルファンクラブみたいなのを組織したことがあるんですが、それだって結局日本の事務所がやってるわけで、本国の、要はイギリスの公認にとってのかどうかは微妙な感じですね。今どうなったんですか、バンド自体はなくなったんで、どうなったか分かりませんけど、まあ、そんな感じで、ファンクラブの話でした。以上です。はい、それで、ではもう時間もいっぱいいっぱいになってますので宣伝をさせていただきます。宣伝まず一番宣伝しなきゃいけないのはこれですね。どうしよう、今週土曜日8月24日土曜日、オープン17時スタート17時半、場所はライブハウスソリッド、これはですね北32条だったかな、住所書いてない北32条だか4条だかの東十南町、あ、違う、今東十南町のにあります、去年できたばっかりのライブハウスで、うちのバンドファントム・オブ・ソロ主催でフィスト・オブ・フェアリーズという女性ボーカルだけを集めたロックバンドのコンサートを開きます。出演バンドがごちゃごちゃいっぱい書いてますが、実際よく見えません書いてある
ルのがよく読めないので、1、2、3、4、5、6バンドプラスうちのバンドで全7バンド、全7バンドを全部女性ボーカルのバンドばっかりなんで、ちょっとね珍しいと思うんですよ。ソロで歌ってる例えばピアノ弾き語りとかの女の子ばっかりが出てくるライブっていうのは、例えばあのベースやってる人がね、あのフェアリーテールとかああいうのがあるんですけど、いわゆるロックバンド縛りでやるのってまず他でやってないと思うので、ちょっと珍しい、ロックバンド縛りなんで、ボーカリスト女の子なんですが、バックバンド男ばっかりっていうところもあります。でも一応女性ボーカル縛りの形でやります。これはですね、8月の24日と9月の28日2回予定していまして、今回はとりあえず8月24日になります。チケットの方は前売り1000円当日1500円なんですが、チケット予約という形で予約を受けてます。券そのものは発売してませんので、出演バンドもしくは私の方にですね、行きたいんで予約しますみたいなメールとか、なんかとにかくコンタクト取れる状態で言っていただければ、あの前売り扱いとして、対応させていただきますので、ぜひぜひメールでも何でも、Twitter の、ね、フォローでも、リプライでも Facebook にコメントでも何でもいいんで、してください。そんな感じでまずライブ情報はこれと、この翌日ですね、8月25日、これ実は俺もう一つバンドやってまして、ジプシーローズというどっちかというと昭和歌謡のバンドやってまして、ボーカリストがですね、やっぱ女性なんですが、元ストリッパーという非常に美しいお姉さんが、歌って脱いでくれますというライブをですね、翌25日フェニワーのね、あの男の人ね、男性陣ね、もう絶対見た方がいいよ本当ね、見れないから普段、あの本気の本物のストリッパーのお姉さんなんで、あのそこら辺の適当なお姉ちゃんが脱いでるのとわけ違いますから、きちっとあの構成されたちゃんと演出のある、いわゆるその踊りとしてのストリッパーをちらっと垣間見ることができます。ライブなので本気で全部脱ぐわけじゃないんで、あの何か良くないことを期待してもらうと困るんですけどね、まあまあそこそこ雰囲気は楽しめますよという感じでライブを毎回やってるんですが、それがエニワでありまして、実際実は俺のところにね詳しい情報全然届いてないんで、どうなってるのかわかんないですが、なんか肉食えるらしいんで、明日の夜ぐらいには俺のホームページに詳細アップしようと思いますので、気になる方は俺のホームページを見て、そのジプシーローズのライブに来てくれると嬉しいかな。絶対損はしないと思います。女の人もねファンがすごくいて、やっぱ本気でストリップをやってた人ってすごいプロポーションもいいし、実際見ててね、なんか美しいんですよ、本当に綺麗なんですよ。で女性ファンもすごくたくさんいて、女の人も毎回、いや綺麗だから本当に見たいんですよっていう人がたくさんいるんで、女の人でも全然楽しめると思うので来てくれればなと思います。と最後にここに今後ろの方でもちらちら BGM としてずっとかけてるんですが、うちのバンドの CD が発売に常時なってます。なのでこれをまあ買ってくださいねって話なんですが、どこで売ってるかというとディスクユニオン東京、SA ミュージック大阪と、札幌はお店には売ってないので、バンドのホームページのメールをいただくか、もしくは普通に通販で買いたいぞっていう人は、ディスクユニオンか SA ミュージックの通販部門を利用していただくという形になります。でこの2枚、黒い方が1000円、白い方が500円という、非常に安い値段で売ってますので、ぜひぜひ買ってください。よろしくお願いします。ということで今日は以上です。お疲れ様でした。